っと詰めて、刻み生姜にごま塩振って、人参さん、さくらんぼさん、しいたけさん、ごぼうさん、穴の開いたれんこんさん、筋の通ったふき。さあ、今度は小さなアリさんのお弁当を作りましょう。これくらいのお弁当箱に、おにぎりおにぎりちょいっと詰めて、刻み生姜にごま塩振って、人参さん、さくらんぼさん、しいたけさん、ごぼうさん、穴の開いたれんこんさん、筋の通ったふき。さあ、今度は大きな大きなゾウさんのお弁当を作りましょう。